風が強いね。8月4日、今日の旨味丘陵公園でございます。花の広場から芝生広場に上がってみましょうかね。反対からだろうかやろうけど、花の名前がこれサルスビルか、これそんな感じすんだけどね。あの向きが、あなたたち向きが間違ってますよ。向きが反対ですよ。反対ですね。東を向いてありますけどね。ひまわり、これひまわりじゃないね、種類が違うね。ごめんね、ありがとう。ちょっとね、撮影しちゃいましたよ。待ってたんですよね。はい、どうぞ、ひまわりでございます。ひまわり。あら、抜き屋がおる。抜き屋が。何してんのかいね。それでは、ほらほら、すごいことになってるけど。もう種が食べれんのかね。ほら、大きいぞ、これ。これ。ひまわりでございます。涼しいね、ここはね。ちょっと来ても涼しいわ。あらあら、また行ってしまうか。今どこあんの？今後ろあんの？そうか、ちょうど反対になってるな。あの反対向いてるけどね、あなたたちはね。みんな反対向いて掘り張るなんだけど。もうちょっとさ、タイヤ後ろです、後ろ。あらたちはね、反対向いてますせ。あら、出られへんがね。あらあら。あら、見たらよ、兄から。ねえ、ごめんよ。あら、一本倒れとるね。一本倒れてしもとるがね。はいはい、すんまへん。真ん中を今歩いとるけど。抜けれんのかね。あれ？行ける？行きますか？行けそうで行けそうでないんやけど、どうにもならんの、これ。これこれ。ここ行くか。ああ、ここから上がれたんかね。ひまわり。
こんな感じだった。反対向いてあるわけだな。全部これもそうな。なんかちょっと違うんだけどね。もう実がなってんだ。カリオン農家のひまわりは全くおらんね。残念。みんな軒家でございました。品種変えてないからね。シマルビーフね、はい、全部軒家でございます。ひまわり見に来たんやけど全然ひまわりないんだ。全部軒家でございました。いやー、これは秋に来なかったな。